こんにちは、イリポンです。本日のセーブポイントの動画なんですけど、メンバーが冬眠にドッキリをするっていう動画なんだけど、動画の内容がめちゃくちゃしょうもないっていうか、最後の方、最後まで見てくれればわかるんだけど、この動画、ボツじゃんってなったんだけど、そのドッキリを仕掛けるまでのね、隠し撮りみたいなのあるじゃんね。それのみんなの日常がすごい可愛かったので、これはもう可愛いから、日常動画として共有みんなにしようと思って、この動画アップすることにしたので、この動画がドッキリ動画として進んでいくんですけど、ぜひ見てくれてる人は、日常の動画だと思って見てくれたら、可愛くて楽しい動画になってるので、最後まで見てみてください。じゃあ、本編に、どうぞ。セーブポイント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 。ありがとうございます。ごちそうです。ねえ、ひどくない？俺の時だけ気もシンプル気も。違う、なんか前髪がさ、違うもの。でもなんか、いつもより眠しいかも。まあ、1、2、3、4、4人パターン、4人ぐらい。お疲れ様でーす。セーブポイント。セーブポイント、セーブポイント、セーブポイント、ありがとうございます。何パターン取ればいい？セーブポイント、セーブポイント、セーブポイント、セーブポイント。足きく。冬眠ちょっと来て。無理です。冬眠。ちょっと。ちょっと待って。ちょっとちょっと行こう。行こう。で、ちょうだい。いいよ。みんなで。3パターンぐらい取る。まあ、3パターンでも。セーブポイント。ちょっとごめんなさい。これは終わらないからね。じゃあ俺、箸本当に無理なんですよ、足。セーブポイント。じゃあ俺、ちょっと固定係。いいのかー、いいのかー。なんぼしてるのしちゃったけど。見たくないこれ。え、まずい、飲んで。え、それ何のドッキリ？メンバーが急に醤油を飲み出したらどういうリアクションするかドッキリでした。えつやくんの反応がでかすぎて。えっちゃんの反応がね、良すぎたかもしれない。えつやくんもドッキリかかってたんですか？え？冬眠以外には。あ、俺だけ。言ってて、やっぱり一発目のドッキリはリーダーがいいなと思って冬眠にドッキリしてきたんだけど、冬眠が思いのほか引いちゃった。これ使えます？食べちゃった全部。はい、ということで醤油飲んでみたドッキリ大失敗。悔しい。リベンジしてやるぜ。リベンジしよう。これ多分投稿される。これ投稿されるんですか？